No niin, ensnared. Ansassa. Nyt ei mene hyvin. Oi. Itä, itä surre! キリュウじゃねえよ。うわぁ、このやる。マグロスになりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。おい。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい、はい。Jaha, ne poltti sen asunnon. Ymmärrän. Jos siellä asuu muitakin. Okei, jengi sotaa, niin käytännössä yhtä tyyppiä vastaan. Yksi Jakutsan periaate on, että ei haittaa sivullisille. Niin, tää kyllä rikkoo sitä periaatetta tää peli. Ja nää tapahtumat aika rankasti. Ne omiaan kohtaan saattaa olla hyvinkin niinku hyvinkin tiukkoja. Ashita renraku shimasu. Dou ka sore made Doujima gumi kara ikinobite kudasai. Kiryu-san. Mitäs paikkoja olisi? Sama Family Office. Niin joo. Tuo on käynyt tuo aikaisemmin. Tämä tyyppi taas. Jämemäshou yo, kachou! てめえ、ほら、なんとか言えよ。舐めてんのか。悪かった。大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほら。あ。väkivaltainen juoppo oli. Nyt ei mene hyvin. Moskaste Kiryu-san? Jappari Kiryu-san. Leena. Chotto, doushita no? Chiga deteru. Kega shiteru no? Dajoubu? ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。
あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ。ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスはもう兄弟の縁を切った。え、あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こっちのギプした。すぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。だからだとしたら大きさ。いい。私は先に行って店を閉めるから、キリュウさんは少ししたら後から来て、目立たないように裏口から入るといいわ。あ、それじゃあ後で。必ずよ。レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。うん。No, tää on aika selkeä. Selkeä juttu sitten. Oi, Moni-san! Ippai nondette! ちゃんと来てくれたのね、キリュウさん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ。さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくない。うん。もう兄弟を苦しめたくない。うん。あのね、キリュウさん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一壺に出た死体の件でな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。レナカーネーって言われた。ここはめられたんだ。
kaikkia kutsalaan aseita. Näin. Kiryu-san, tarika kuru. Ima no jikan, mou elevaita wa ugokanai hazu nano ni. Oku no heya ni kakureta. Jaha. Tämmösiä tyyppejä. Dōjima-kumi on nämen janai yö. Nee-chan. Orru! Tete koi ya, Kiryu! Kono miso ya zutto hatte tan da yo, baka ga! Koso koso kakureten ja nee zo! Ore! Kiryu-san, dame! Nigete! Yappari yagatta. Oi! Ouen yonde koi! Zenja! すまねえレイナ、やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ。キリュウ、おまたペロ。店荒らしてすまなかったレイナ、全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え？こいつを錦に渡してほしい。やは。これは。それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。Jaha. Mou nigeran ne zo, Kiryu. Aa. Daga. Kon dake michizure ga iria, sabishii omoi shinai desu. Baka na. Mada mada kaketsukete kuru. Dou agaitemo, jigoku minno wa temee dake da. Ore! Bukkorose! Ouch.
Miksi mä sähkölamautin? Ja lisää. Mä oon tullut kanssa. Kjoudai. Gankunees dana, omie. Itska koo naru kota vakatte ta hazarra. Daga muu. Odoshi jää sumana kudatchimatte. Avaru. 立花の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手どこで死んでもらうことに変わりはねえやね。巨大手柄は手目にくれてやる。だがこいつは俺をやるぜ。きれい。おめえがまた立花どうしたんだ。 ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにするけりゃいい。報われねえな。今時の仁義ってやつはよ。立花、必ず殻の一つ棒を手に入れる。そうなり。 あんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが、立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ、我が添え。任せとけ兄弟。俺がすぐに黙らして、たっぷり楽しましてもらうぜ。 Kuse taas. Se on katsoa kiisti käyttöön. Nopea tyyli on tätä vastaan kuitenkin paras. Thank you.
lähtee. On teillä aika kovat nyrkit kyllä.遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろ、おめえら。欲しいな、ウリだって。くそ、逃げやがれ。くそや。Ja tää hävisi kolmannen kerran. Joo.島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。うん、なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ、俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやつさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では
誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。なら、さっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた、何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたが一度行こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる、そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、あ、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。Tämä kaveri. Oda? この街にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。それでしょ、こんなおい、立花。社長、しっかりしてください。社長。遅くしへん。